新商品ですね、ヤングリンジャの。いや、新たなストリートワークアウトの器具がここにマサトパークにて初公開。僕が一番最初に試したいと思います。あー、いいね。フロンレバー、フロンレバーできますね。レッツゴー。マスラップいけるかな。マスラップ、レッツゴー。リングマスラップ、果たしてできるのでしょうか、ショーン君。リングマスラップ、そりゃいけるでしょう、オーナーですから。さあ、プレッシャーかけるよ。レッツゴー。 OK、 ナイス。軽いね。OK。 ナイスブロー。はい、という感じでやっていきます。
gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. はい、フィニッシュトレーニング。フィニッシュ。お疲れです。ああ、めちゃめちゃ追い込みました。いやー、お疲れ様でした。お疲れ様です。今から、ショーン特製のプロテインを飲もうと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ゴエモン風呂。はい、トレーニング終わってゴエモン風呂来ました。すぐそこなんで。はい。いやー、気持ちいいね。お疲れです。いやー最高。はい、ちょプロテイン乾杯しようか。オッケー。今ねトレーニング終わったばっかりなんで、ショーン特製のプロテインを今から飲もうと思います。はい、っていう感じでちょっと待ってね、プロテインを開けるね。よいしょ。
はい、乾杯。ああ、タンパク質がしみる。ああ、いやー、このプロテイン、人工甘味料、保存料、不使用、はい、WPI のプロテイン、うわー、もうタンパク質、もろタンパク質。味気にしてる人は好きじゃないかもしれないですけど、いや、もうトレーニーは味よりタンパク質、体にいいもの重視、はい、だからもうこれ間違いないです、マジで。もうね、日本でね、しっかりと基準を守られて作られたもんなんで、いやー、いいですね。やっぱり安心安全が一番です。やっぱりね、あんまり余計なもん入ってたら体に良くないので、まあ味は良くないかもしれないですけど、やっぱりいいものを選ぶっていうのが一番だと思います。はい、グラスフェッドなんで、やっぱ動物の環境も、そうそう、グラスフェッドのあれだよね、 WPI で、そう、 WPI のプロテイン、はい、アイルランドの牛、自然に育てられた牛から牛乳で、タンパク質が作られてて、ちなみに僕はトレーニング終わりだとめっちゃ飲みやすいです。めっちゃあっさりして、僕は飲みやすいです、好きです。はい、重くないです、うん、そうそうそう、結構多分トレーニング終わりに甘いのきついっていう方いると思うんですけど、そういう方にはめっちゃ、いいと思います。ということで、とりあえず今から入りますか。OK。